島にボールが渡ります。中島、今度はドリブル、自分で中に少し運んで切り返して、ここ跳ね返り、上野が詰めていたんですけれども、中島ボールを持ってドリブルで持ち込みます。そして中島そのままシュート、惜しくもクロスバー、切り返して、このシュート力です。そして60分、ここも広島前線から狙っていた中島自ら右足、そして87分、ここも広島、中島由伸自らエリア内、最後押し込もうというところ、この位置で中島が奪います。中島由伸、自分でドリブルで持ち運んでシュートを打ちました。中島のこのシュート、49分広島です。左ここに中島突破して、中央8番の左足、試合ぶり先発の立花のゴールが生まれました。返して中島、最後は立花でした。1点返した広島です。そして52分、広島再び中島から滝沢のヘッド、中島今日10アシスト、中央で滝沢がしっかりとここ頭で見せました。このレジーナ、このパス、これに中島由伸が追いついて、中島ドリブル、そのまま勢いを殺さずシュート、これで広島一時は同点に追いつきます。このスピード感あふれるドリブル、持ち味を発揮しました。同点ゴールの中島由伸です。さあ、そして後半開始直後です。このシーン、中島由伸、ここでスピードを上げて追いつきます。そしてドリブルで自分で中に入ってシュート、クロスバーに当たったんですが、跳ね返りがゴールネットを揺らしました。いや、後半開始直後のシュートシーンとなりました。まずは50分、滝沢地線抜け出して中央谷口、ファーサイド中島でした。フルス対戦となった。そして56分です。再び滝沢ターンして、最後預けたのはまた中島が流し込んで3点目。